今日、阿久根市で今流行っているテント型サウナを使い、地元特産品のボンタンの新たな魅力を発信しようとする取り組みが行われました。参加者はボンタンとサウナで爽やかに整った様子でした。今日、阿久根市鶴川内にある高松川の河原にテント型のサウナを設置して行われたのは、地元特産のボンタンから抽出した精油を使った、その名もボンタンサウナです。この取り組みは阿久根市の銘菓ボンタン漬けの製造過程で出た皮などの使われない部分からボンタン精油を抽出し、新たな商品につなげようと、今回市の関係者やサウナ愛好家などを招き試験的に開かれました。テントからはボンタンの甘酸っぱい匂いが漂っています。参加者は室温がおよそ100度のテント型サウナに入ると、すぐにボンタン精油の入った水を熱せられたサウナストーンにかけます。するとボンタンの香りのする水蒸気が立ち上り、その中で体を温めます。そしてサウナの後といえば水風呂ですが、ここでは川に入ります。最高。ほてった体を川の流れで冷まして、すっかり整った様子でした。これすごい爽やかです。確かに使ってします。香りすごい良かったです。柑橘系なので、またサウナ後のドリンクとしてボンタンを使ったクラフトコーラも用意されました。クラフトコーラのスパイシー感とボンタンの爽やかさがサウナ上がりにぴったりな感じです。サウナっていうものが今日常になりつつあるのかなとは思っていて、そういった日常にこうボンタンをこ うまくこう溶け込ませていけば、こうよりアクネのボンタンをこう長くしてもらうきっかけになるんじゃないかなと思ってます。